もピオキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、トロールスフロームオンハイということで、高い場所にあるトロールコースという意味でしょうか。で、これね、久しぶりに 3D ワールドのトロールコースなんだよね。 3D ワールドのトロールコースってそんなに多くないからさ、めっちゃ楽しみにしてるんですよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.95%で、前も言ったかもしんないんですけど、 3D ワールドのトロールコースってそんなにやり慣れてないからさ、めっちゃ引っかかる予感しかしないね。なんだあの息アップは。取らないでいいでしょ。ウェルハンマーいるのかな。一旦取ってみて。あっ、開幕石親父。まあまあ、なんとなく分かってた。あのハンマーが罠だっていうことは、この上怪しいだよ。すいませんね、皆さん、開幕からうるさくて。このオンオシャリーと思うんだよな。一旦して入ってみる。なんかあったら壁にする。ここ。それじゃあここはオンオフをしないで先に進んでいいっていうことね。オンオフが変わってくれるから。そんで心オンオフをしてすぐ左に逃げる。これやってんじゃないの。すげえ無理やり感。合ってんのかな。大丈夫やし、そっちに連れて行かれたけど、こっち合ってるんですか。ヒントドア。それはわかるか。それじゃあこのワープブロックから出たらさ、すぐ右上に行けっていうことだよね。これでこのドアに入れっていうことか。すぐには反応できねえよ。これは左か右か、どっちよしよしよ。左しかないじゃんこんなの。そして上に坂だ。ちょっと待って、これ右で合ってんのかな。すぐ右に行って上に行け。ちげえやん。それじゃあさ、ここは左に行った瞬間すぐこのワープブロックに入るで合ってんのかな。それで中間ポイント取れるっていうわけで、このハテナは何。一気アップ。なんか新しくない、中間ポイントのところで一気アップくれるの。優しいね。このピョンチューは何だ。なんかよけ。もう僕は無視していきます。そしてすぐ右、これで合ってると思うんだよな。今なんか違うマーク出たけどさ、ゴーバック。なるほどね、こっちの土管に来るんじゃなくて左に戻ればよかったんだ。なんでこの透明土管、一旦右に行ってそこから左に行けば。なんだまでいつも邪魔しやがって。今日は友達も連れてきてんのか。用意周到だな。だいたいここは狭すぎんだろ。だからそこをどけ、この場でやろうが。それじゃあここはすぐ右に行ってすぐ左に行く。これで合ってると思うんですよ。さあ進んでいきましょう。それじゃあ次はオーオーはしないで一旦上に行ってみようか。そしてうぜえあのネズミ。いやでも大体分かったよ。ここは青ブロックになった瞬間右に行く。そしたらキノコが取れるんじゃないのかな。頼むって。なんで左に行くの。もう分かったよ。ここ一旦青ブロックの方に行くじゃん。そして左の方に行けば。なんで今度は右なの。いい加減にせんか。これどっちに来るか全然分からんくない。今度は右に行けたけど、なんかあんのかな、右に行くルールとか。左に、これ右にダッシュ。スーパーローリングさんだ。よっしゃ。さあこのキノコ取らせておくれ。頼むまで。信用していいだろ。50コインの方は絶対ダメだと思うんで、このつららの方に行きたいと思います。頼むって。これはどうやってやられればいいの。これどうしようもないやんね。あ、上に行けるようになってる。いやこれどっちが正解なんかな。実はこの土管の方が正解みたいな。そんな、うわ、ゴールと思って期待させんだって。やでい、こっからさ、キノコ取った後だよね。このブロックを壊す、そして横から行くっていう感じか。なるほど、これで先に進めるのね。さあ進んでいきましょう。ここは何もしないでいいよ。絶対そうでしょう。で、そしてすぐ右。よっしゃ、危ねえ。さあこのハテナ何なんでしょうか。僕は魚なような気がするな。一気アップ、この制作者ところどころくれるよね、一気アップを。このピョンチを倒して鍵ゲット。絶対そうだと思う。うわ、違うのか。このブロックは、いや花火はいらないって。まだ早いって花火は。このサンボ襲ってきそう。何もしないでいいよ。で、今右、そしてオンオフをして。あ、それじゃあここオンオフすんなっていうのが分かったよね。これどうす。
おい、どうすればいいんだろう。透明土管の方に戻ればよかったんかな。はい、それじゃあここは右に行った瞬間すぐ左に戻る。これで合ってんじゃないのかな。鍵手に入れてるし。たださ、ドッスンがいたところの下の青土管もめっちゃ気になるよね。これはおお、なんでかと、ちょっと待って、やだ、時間が早いだうわ、中間戻し。いやでもさ、音楽鳴ってないよ。これワンチャンここが中間にっていう可能性あるんじゃないの。リアル中間位置って書いてたね。いやマジかよ、やっぱドッスンの下の方が正解なんかな。さっきと違うやんかいや、さっきと違うってことはこっからなんか変わってるかもしんない。そうなんじゃないの。さっきと一緒やったね。それで僕思ったんだけど、このオンオフしてもドッスン倒せたよね。なんでオンした瞬間左に行けば、多分これが成功法っぽいんだよね。なんか右に行って左に行くみたいな、さっきしてたじゃん。あれ結構リスキーだね。じゃあここでハンマーを取って青の缶に入る。さあ進んでいきましょう。あれ青の缶入れんよ。っていうことはさ、左のワープブロックで合ってたんかな、この鍵のさ。でこのハンマーを持っていくことによって何か変わってるみたいな、そんな感じだと思うんですよ。いやもしかしたらさ、ここがチェックポイント2なんかな。なんかその可能性あるよね。この右に行けば合ってるみたいな、そうなんじゃないのやったね、こっちで合ってんじゃねえか。さあ進んでいきましょう。このドアは信用しない方がいいよ。で右の透明ブロックに入ります。これで合ってる。やばい、音楽がする。ワオじゃねえんだよ、こっちがワオだよ。うわ、やらしてくんねえしさ、素直に。これ死に耐久というわけでもないでしょ。音楽が死に耐久だけど、これ右押しっぱしとくみたいな、それでやられることができるの。ここで右押しっぱ。ダメって、何やってんの、さっきから何回もさ、これ何度も繰り返してやれみたいな。うわ、これ多分、あ、上に行くんじゃないの。このブロック出た瞬間すぐ上、それで多分合ってるね。出るならさっさと出てこきゃまあまあまあ、無事チェックポイント2取れたね。ここチェックポイント1って思わせ方がすごくない？全く一緒の作りで作ってるもんね。それじゃあここはキノコを取ってきてよかったのか。まあキノコ取ってこのドアに入りたいと思います。合ってて、合ってる合ってる。うわ、やだ、予感しかしねえな。絶対なんか降ってくるんじゃないの。もうないのか、ビビらせやがって。そんで下のベルがあるじゃん、あれ取ったら木箱進めなくなるからね。多分このまんま先に進んでていいと思います。こういう風になるんだよね。これもう上に行くしかないね、あのブロックに潰されると。そういう感じですね。頼むって、素直に入れさせて。はい、それじゃあここで木箱を捨てて先に進めと、そういう感じだね。さあここで猫になってこの青の缶に入る。もうすぐゴールが近いんじゃないのかな。どうなる。いや、嫌だよ、缶しかしねえな。走ってっていいのか。僕は走っていきたいと思います。これやってる。かい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 嬉しすぎてコインコインしてしまったよ。それじゃあ進んでいきましょう。うわ、これは完全に2分の1だね。右か左か、 B を信用しないと思います。こっちで合ってる。熱すぎ。キー今の親父めっちゃ悔しい。ここ右で合ってたは合ってたと思うんだよね。そんでこのドスを避けて上に乗って先に進んでいけと、そういうことでしょう。それじゃあここは左なのか、こっちに行けば鍵が手に入るっていう感じでしょ。これなんもないね。鍵は右の鍵手に入れてこいってこと、もしかして。いや絶対そうじゃん。でもあの鍵ではどうやって入んのよって話だよね。お困りのようだね、ピオキング君。君は頭よし、キング君、どうか助けて。僕から先が分かんないんだよ。 IQ2082 の僕に任せるがいいさ。ここは一旦右に行ってドスを下に落とさせる。そしたら雲が壊れるだろう。そんでこのまま左に行けば鍵を通ったまんまこの場所に来れるっていうことだね。でもここからどうやって入るの。箱が降ってくるのさ。
さあここは普通に行っていいのか。頭よスキング君、ここはどうすればいいの。ここはハテナを叩いた瞬間すぐ左。頭よスキング君。だいたいこういう騙しコースって頭いい方の方が罠に引っかかりまくるような気がしない。ここはゴールさせてくれんのか。絶対させてくれないだろう。うー、鍵手に入れてしまったよ。頼むって捨てちまえ、そんな鍵マリン。頼む、こっから先中間戻しだけは。いや、こっから下に降りたゴールなんじゃないの。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。俺の屍を越えていけ。このコースですね、説明文に白ドクロ ×20 って書いてるんですよ。なんでサムネの見たまんま通りドスツンの間の白ドクロに乗って下に降りる、もしくは上に上がっていくようなコースだと思うんですよね。いや、何回もこのネタ使って申し訳ないんですけど、やっぱやめようかな。絶対ぶつけよね、このコース。実はね、いつも僕収録する前からやっぱやめようかなってマジで思ってるんだよね。だけどそんな弱音を吐いてちゃマリメスキルが上がらないと思うんですよ。なんで今日もしっかりとこの鬼畜コースをクリアしていこうじゃありませんか。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 0.17%。 あー、そどうしちゃったぜ。今日は僕何時間収録すればいいんだろう。1時間か2時間か、それとも3時間か。はっめっちゃビビった。いきなりドドンとか鳴るからさ。あ、なるほど、これはどんどん上に行けっていう感じね。一旦飛んでみようか。もうやめていいですか。まあまあまあ、ドクロリフトン乗ったら右に動くっていうのが分かったね。なんでドクロリフトン乗ってジャンプして左を押す、これの繰り返しで先に進めるんじゃないかな。てかなかなか上手くない。これいけそうだね。クリア率の割に意外といけちゃうパターンのやつだ。みんな見てて、そんなに今日時間かかんないかもしんない。さっきから寝てんじゃねー。余裕だな石親父。僕が隣でピョンピョン飛び跳ねてるのに寝てくれちゃってよ。あれだな、隣で誰か騒いでてもずっと寝てられる人だなお前は。じゃあもっと騒いでやろうか石親父。起きんかいこらー。ちょっと上までめっちゃ長くないですかね。今結構いいところまで行ったと思ったんだけどな。ドッスンの右側に数字が欲しいよね。今何匹目まで行ったみたいな。これめっちゃ早く行ったら行きやすいみたいなあんのかな。それで行ってみていい。うわ、これ早い方が絶対難しいね。そしてもう一つ難しいポイント言っていいかな。2段目以降のドッスンが左右に動いてるでしょ。あれで当たり判定が動いてるんだよね。最初に行けそうって言った僕がバカでした。このコースはめちゃくちゃ難しい鬼畜コースでした。助けてピオエモン。ピオタ君どうしたの。ピオエモン、今日は石親父がいじめてくるんだ。何かアイテムを出してよ。しょうがないな、ピオタ君はこれでどんなアイテムもイチコロさん。スモールライト。うわ、すごいよピオエモン、これで簡単に石親父をやっつけれそうだよ。ありがとうピオエモン、さすがピオエモン頼りになるね。ピオエモン入れないよ土管、制作ミス。ピオエモン、ピオエモン何やってるんでしょうかね僕はいつも。いや、あんな現実逃避をするぐらい本当に難しいんだってこのコース。このドッスンとドッスンの隙間がマジで狭くて、そしてこれ20段あるって書いてたよね。今何段ぐらいなんだろう。結構いいところまで行ってると思うんだけど。はっこれでゴールでしょ。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてツイッター、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。